さんこんにちは。バージニア、メリーランド、ワシントン DC 地域の労災保障専門法律事務所ポートランド支部のキム・シヒです。今日はコロンビア・メリーランドで勤務中の交通事故が起こった時にあなたが知っておくべきのことについて話したいと思います。ほとんどの職場で起きた事故は労災保障で処理されます。事故として認めてもらえるのは規定されており、回復できる金額も法によって制限されます。その代わり、あなたはあなたの雇用者を訴える権利はなく、解決策は労災保障のみです。もしあなたが勤務中に交通事故に遭ったときは、その規定が変わります。このような状況では事故を起こした人を相手にし、保証金を請求することができます。事故を起こした第三者を相手にした請求金額は労災保障の規定から制限されていません。この結果、あなたはより多くの保証金を請求できます。あなたの弁護士が労災保障をよく知らない場合は問題が発生します。例えばこのような場合は、労災保険加入者の場合、自動車保険会社の方針から医療費用と請求者の代わりに支払っておいた利益を償還する権利がありますが、コロンビア・メリーランド州のベテラン労災保障専門法律事務所ポートランド支部は、担保権を減らして削減された金額を顧客の保証金の増加につけることができます。ポートランド支部では、アメリカの法律と法律英語が不便なお客さんのために、日本語、韓国語、中国語、スペイン語、ベトナム語ができるパラリーガルと弁護士が皆さんのケースを直接担当しています。もっと詳しくは www.portlandshua.com をご覧ください。ありがとうございます。